はい、皆さんこんにちは。レクセン認講師の畑です。今日はですね、私が担当する直前対策講座について説明をしていきたいと思います。はい、まあ、以前にもね、こう通信講座という形で、まあ、記述の対策講座ですとかね、そういったものをまあ提供するということで、まあ、収録をしたわけですけども、今回は通学の直前講座について少しお話をしていきます。私普段名古屋駅前本校で講義をしていますので、基本的には名古屋駅前本校で直前対策講座を毎年やっていたんですが、今年は名古屋だけでなくて岡山本校とあと梅田駅前本校でも実施が決まりました。なので名古屋校の方にはね、いろいろとお話はできてるんですが、梅田駅前本校の近郊の方ですとか岡山本校の近郊の方って、まあ、あまり僕のこと知りませんから、どんな講義するのかということで、まあ、疑問に思う方もいるかもしれませんので、少しね、私が担当する講座の説明をしていきます。はい、今写しているのはこちらはね、レックの直前対策のパンフレットなんです。で、このパンフレットができた時には名古屋校の実施しかなかったので名古屋校と書いていますが、梅田駅前本校と岡山本校もあります。はい、でポイントのところを見ていただきたいのですが、まあ、直前期ですからね、何をどうしたらいいのか悩む方も多いです。なのでこの直前講座1日です。1日2コマ何をお伝えしていくか。一つはこれだけは落とせない論点お話します。まあ、本番だったら正答率が 70% を超えてくる、落としてしまうと合否に影響するぞという論点を直前期に確認して絶対に落とさない、そのための講義をします。はい、それはこちらに書いてますが、とにかく一問でも落としたくない、ね、正答率高いものを落としたくない方に対しての話です。プラス出題予想論点ね。はい、でこの予想論点に関しては少しお話をしていきますが、毎年ほぼ出るよってものに対して今年も出ますってことが、じゃあ出題予想論点の提供か、それ僕は違うと思ってるんです。で、私が考えている出題予想論点は毎年出るわけではないけども今年危ないぞ、はい、という論点をピックアップしてお話をします。で、直前期ですから、まあ、あまり難しいものをやってもダメなんで、まあ、費用対効果高いものね、で今年出るかもしれないもののお話をしていきます。ここに関してはとにかく1問でも多く正解したい、ね、もう180をどん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 超えていきたい、そのために得点を重ねていく、はい、そこで勉強すべき出題予想論点の話をしますね。はい、でこういったコンセプトでやっていきたいと思うんですが、はい、であとはね、講義をどう展開するかということにもなるんですけど、とりあえず直前期ですから記憶に残らないといけません。半年1年前の講義だったらまあ抜けますけどね、うん、でも直前期だからそこで聞いて本番まで持っていける状況にしないといけませんから、大事なところはとことん強調します。もうとにかく頭に焼き付ける、ね、脳に焼き付ける、そんな形の講義をします。はい、で講義はね、しっかりしていても、じゃあそこで使う資料はどうかということなんですが、いや資料だって頑張りますよ。本試験当日まで使える資料、こちらを提供していきます。はい、あとは実際に覚えたとしても演習ができないと不安って方いますね、うん、なので問題数そこまで多くは提供しないんですが、問題集こちらでまあピックアップした問題もお配りしていきますので、とにかく講義で記憶に残し、レジュメでこう論点を確認し、問題集でアウトプット、これができる講座を今回考えましたので、こちらしっかり受けていただいて合格目指していただけるといいんじゃないかと思います。はい、で各本校のスケジュール確認なんですが、時系列順に一番早い本校さんが、9月の23日梅田駅前本校ですね。はい、まあ、2コマですから10時スタートとあと午後スタートねの2コマです。はい、で次が本拠地といいますか名古屋駅前本校です。はい、まあ、10月の13日ですね。
で午前午後で行っていきます。はい、そして岡山本校さんが一番、まあ、ラストバッターということで10月の19日ね、はい、ということになっていきます。なので、基本的に使っていく資料は各本校では変えることはないと思うんですが、ただ実施時期変わっていきますからね。まあ、どこを中心に話すかは少し変えていこうと思ってます。やはり直前期に近ければ近いほど、やっぱり即戦力になる、知識が必要ですから、まあ、少しその点で話すものは変えていこうかなとは思ってますけども、まあ、とにかく、使えるレジュメ、そして、アウトプットできる問題集、あとは講義。ね、3点セットでお送りしますので、ぜひね、まず東海地区にお住まいの方、名古屋駅前本校に、そして関西地区にお住まいの方、梅田駅前本校に、そして中国地方、あとは九州かな、四国にお住まいの方は岡山本校にぜひお越しいただきまして、一緒に直前期頑張っていただければと思います。はい、では皆さんのご参加をお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。